エウフォルビア・カンデラブルムあるいはユーフォルビア・カンデラブラムとは、東大草か東大草属の多肉化する、落葉香木の一種である。種商名キャンディラブロムは、食材を意味する。アフリカに自生する。本種には、有毒な乳液が含まれるが、地域によっては、薬用植物や、野毒として利用される。多肉化する東大草属植物という条件に当てはまるため、 ワシントン条約付属書2の適用対象となる。本種には、ユーフォルビア・キャンディラブロム・バリエーション、バイロキアラリス、エスカーターという品種が存在する。ニューウィンガーによれば、ケニアに分布する多肉植物の専門家であった、PRO ・バリーは、本種を中天核やアラビアに自生する、イーア・メックと同一であると考えていた。しかし、旧植物園の ワールドチェックリスト・オブ・セレクテッド・プラント・ファミリーズでは3社とも独立種とされている。原産地はソマリアから南アフリカにかけてである。ウガンダ、エチオピア、ケニア、コンゴ民主共和国東部、ザンビア、スーダン、ソマリア、タンザニア、マラウイに分布する。サバンナや木の混じる、アケタ、草原、岩がちな斜面に生育し、特に白アリズカ城にしばしば見られる。ケニアでは、 低木林や雑木林、木の混じる、草原、乾燥上緑林のうち、岩がちな急斜面や岩の露出した場所に見られ、ナクルコより、上方の丘の中原に、本種の大規模な森林が存在する。高木製の多肉植物で高さ6から18メートルになり、多数の枝を放射状に射上して、こんもりした樹幹となり、大楼側大城となる。茎は4から5両で、 戦力色から引く、新緑色だが、古くなると肺褐色となってひび割れる。枝は約1 5トルごとにくびれ、直径1 0トル以下である。両生は、市場の切れ込みとなり、1体の刺しと早落ち性の長さ2から4トルの細葉をつける。刺しは、長さ5ト、mm、ル未満である。花は肺状花序で、短い周産花序になり、黄緑色で、 計2から6センチメートル、双方は黄色である。果実は赤色で2から3列する。多肉質な枝の内側には白い乳液が含まれるが、これには強い刺激性や保発眼性を持つインゲノールジテルペンエステルが含まれる。この乳液が傷口や目に入ると危険である。ケニアでは本種の乳液を伝統医療に使用しようと試みた結果、 死亡事故が起きたという報告が数件存在する。また、本種から得られた蜜にも刺激性があり、口に炎症を起こすため食用とすることはできないと、される。しかし、ケニアの乾燥地域において、本種は重要な蜜源植物である。ウガンダ、エチオピア、ケニアの東アフリカ3カ国における利用法は、以下のようなものが見られる。ケニアでは、 マサイ人及びキプチギス人において産後に胎盤などの弁出を早める目的で茎を煎じた者が身長を期した上で女性に処方される。南スーダンにおいてザンデ人やかつてのバーリ人は乳液を野毒として用いているあるいは用いていたという報告がある。ウガンダ、エチオピア、ケニア、ソマリア、リズデールらにおいてツリーユーフォールビアは中天核を表す故障とされている。 ただしこの故障は本種の他に南洋すぎか南洋すぎ族のパラナマツも差し得る。ABCDEF The Plant List 富山。ABCDEFGHIJ ブリッケル。松井スピーシーズ。2018年10月12日閲覧。ABCDEFGHIJKL ニューウィンガーワールドチェックリストオブセレクテッドプラントファミリーズ。 ロイヤル・ボタニック・ガーデンズ・旧、2 0 1 8年10月14日閲覧。ABCDFGHIB e インチ、inch, AB リズデールラ、ニュー・ウィンガー、AB マウンズテングナズ、ABCD ベケレイテ・センマ、AB カテンデ・トール、デイビスナップ、ABCD ・ベンソン、AB リッキー、ペインオーレコティ・キャッシュ、コキロジョンズ、英語、日本語、ドイツ語、 ありがとうございます。